30日本を読む。今日は14日目です。14日目です。元気ですか？元気です。サメさんは元気ですか？はい、元気ですよ。よかったです。では、昨日はこのページを一緒に読みましたが、おばあちゃんはマサオさんと一緒に帰れませんね。はい、帰れません。はい。どうして一緒に帰れませんか？おばあちゃんの家はどんなところにあるから一緒に帰れませんか？おばあさんの家は遠いところにあるから、鈴木さんと一緒に帰れません。おばあちゃんの家は遠いところにあるから、おばあちゃんは鈴木さんと一緒に帰れません。はい。ライオンの家は怖いところにありますか？怖いところじゃなくて楽しいところにあります。そうです、怖いところじゃなくて楽しいところにあります。ライオンの家はどこにありますか？ディズニーランドにあります。そうです、ディズニーランドにあります。東京ディズニーランドにあります。ここから東京ディズニーランドまで近いですか？遠いですか？近いです。はい、近いです。じゃあ、ここからおばあちゃんの家まで近いですか？遠いですか？とても遠いです。そうです。とても遠いです。とても遠いところにありますから、おばあちゃんは一緒に帰れませんと言いました。じゃあ今日の新しいお話です。聞いてください。え、遠いところと鈴木さんは言いました。そしておばあちゃんは、そう、遠いところだからマサオはマサオの家へ帰りなさい。前はダメですよ。後ろですよ。そうですか。はい。そうです。だから、おばあちゃんは、マサオはマサオの家へ帰りなさい。と言いました。じゃあ、質問ですが、おばあちゃんは誰に、マサオはマサオの家へ帰りなさいと言いましたか？鈴木さんに言いました。そうです。ライオンじゃありませんね。鈴木さんに言いました。鈴木さんに、マサオ、マサオはどこに帰りなさいと言いましたか？おばあちゃんは鈴木さんに、マサオ、マサオは家へ、マサオの家へ帰りなさいと言いました。そうです、そうです。マサオ、マサオ、マサオ、3回マサオ、マサオ言いましたけど、マサオ、マサオはマサオの家へ帰りなさい。ah, okay, it's like Asami, you should go to your house. Asami, you, Asami, should go to your Asami house.
うん、そうです、そうです。だから、うん、そう、日本語は you は言いませんからね。あまり使いませんから、名前を言いますからね。マサオ。マサオはマサオの家へ帰りなさい。わかりました。そうです。うん、おばあちゃんは、マサオ、マサオはライオンの家へ帰りなさいと言いましたか？いいえ、おばあちゃんは、マサオ、マサオはライオンの家へ帰りなさいと言いませんでした。はい、そうです。言いませんでした。じゃあ、マサオ、マサオはビヨンセの家へ行きなさいと言いましたか？鈴木さんはビヨンセと住んでいましたか？住んでいません。だから今私は帰りなさいじゃなくて行きなさいと言いました。ああ。うん、いいえ、おばあちゃん、おばあちゃんは鈴木さんに、マサオ、マサオはビヨンセのうちへ行きなさいと言いませんでした。そうですね、うん、おばあちゃんは正常ですね、正常だからね。ビヨンセが好きでも、ね、ビヨンセのうちに行きなさいは言いません。ま、ちょっと何でもない。鈴木さんは子どもの時バスの運転手になりたかったです。ライオンは子どもの時人間になりたかったですね。はい、そうです。はい、何を見たから人間になりたかったですか？リトルマーメイドを見たから人間になりたかったです、うん、そうそう、そうです。リトルマーメイドを見たから人間になりたかったです。ライオンはライオンのお母さんに、お母さん、人間になりたいガオーと言いました。 What's ガオー？ ライオンの声、ガオー。わかりました。はい、お母さん、人間になりたいと言いましたが、お母さんはライオンに何と言いましたか？お母さんは、いいえ、人間を食べたいと言いました。人間を食べたい？え？お母さんは人間を食べたいですから、そうそう、だからライオンに、人間はダメですよ、ライオンですよと言いました。そうですか。はい、人間になりたい、人間はダメですよ、ライオンですよ。人間になるのが危ないです。そうです、人間になるのは危ないです。どうして危ないですか？ライオンのお母さんは人間を食べたい。そうです、ライオンのお母さんは
人間を食べたいですから、ライオンが人間になったら食べてしまいますね。ガオって食べてしまいますから。だから何はダメよ、何はダメですよと言いましたか。人間はダメですよと言いました。そうです。そして何ですよと言いましたか。ライオンですよと言いました。そうです。人間はダメですよ、ライオンですよと言いました。お母さんは人間が食べたいですが、ライオンは何が食べたいですか。ライオンはケーキ食べたいです。ケーキが食べたいですか。そうです、ケーキが食べたいです。はい。お母さんは言いました、ダメダメダメ。お母さんは何はダメですよ、何ですよと言いましたか。お母さんはケーキダメですよ、人間の肉ですよ。お母さん怖い。まあ、ライオンですからね。そう、ケーキはダメですよ、人間の肉ですよ、美味しいですと。怖いです、怖いです。言いました。はい。でもライオンは人間になりたいですから、人間の肉が食べたいですか。いいえ、人間の肉が食べたくなかったです。うん、そうですね。その子供の時、人間の肉が食べたくなかったです。うん、ケーキが食べたかったです。で、おばあちゃんはですね、何はダメですよ、何ですよと言いましたか。おばあちゃんは前ダメですよ、後ろですよと言いました。そうです。前はダメですよ、後ろですよと言いました。短いですが、今日はここまでにしましょう。また明日です。またね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。